どうもしゅんです。こんにちは。今回の動画では就活の軸を話していただいて、岡本さんの心に一番刺さった人にサーバーカード3000円分をお渡しできたらなっていうふうに思っています。栗田さんから就職活動の軸を教えてください。僕の就職活動の軸はリクルート就職です。というのも、僕の幸せの定義が結構生活、暮らしの方に寄ってるんですよ。具体的には奥さんと子供2人いて、隅田川とか水辺のタワーマンションに住みたいで、趣味は代官山のカフェ巡りをしたいみたいな幸せの定義があって、それを実現する上でどこに就職しようかってなったら、プライベートの時間が保障されていて、かつそれなりの年収が見込めるっていう意味で、リクルート就職を目指して、それを就活の軸としてやっています。リクルートよりも労働時間が短くて、プライベートの時間が取れて、年収が高い、そんな会社があったとしたら、そっちの方がいいと思いますか？業務内容によるかなっていうふうに思いまして、自分の尊敬する先輩が今リクルートの社会人2年目で勤めてまして、その方は新規事業6割、営業4割、僕はその業務内容に憧れているのでリクルートにしたっていう形です。私は結果を出すために感情を切り離すことで、そのためには適材適所をすることが大事だと考えています。理由は、私が会社をやっていて人を雇っているんですけど、プライベートで仲良くなるとどうしても感情が湧いてきてしまって、基準を超えられなかった時に、でもこの子はとてもいい子だから雇い続けようとか、感情が決断に入ってきてしまうと思うんですね。本当に結果を出すためには、そういう時ほど理性を大切にしないといけないなと思って、感情を切り離して考えています。そのために大事なのが適材適所、外注をしてプロの方にスポットで入ってもらうとか、その人に合った仕事を何かっていうのを考えて、きちんと割り振ることができる会社、そういうのを今探しています。僕は何かを作って、その何かっていうのは何でもいいと思ってるんですけど、それを誰かに伝える。で、その誰かっていうのは、その何かについてあんまり知らない人にそれを伝えて、興味を持ってもらえるようなことを仕事としてやりたいなと思っていて、俺はこれを作ったんだよっていうふうに自慢できるようなことをしたいと思っています。これを自分が作ったんだよっていうふうに多くの人に知ってもらいたいですか？それとも身近な人に知ってもらいたい？できれば多くの人に知ってもらいたいとは思うんですけど、身近な人に知ってもらってもいいと思っていて、誰かにという面ではあんまり意識してないかなっていうふうに思います。作るのとそれを広げるのって、会社に入ると工程が分かれてることが多いと思うんですね。ある程度の規模を求めるんだったら分かれてて、両方やるっていうのが実現できなくなってしまうので、そういう時にこう何を大事にしてるのかなと思って。何か作るっていうのは、そのエンジニアとかじゃなくて、出版社とかそういうメディアとか、例えば番組を作ったりとか、そういう面での作るっていうニュアンスだったんです。例えば番組を作ったら、それが例えばテレビに流れるっていう時点で、もう多くの人に知ってもらえるから、そこが接続感になるっていうイメージだったということですね。了解です。ありがとうございます。就活の軸って、就活始めるとめちゃくちゃ言われるもので、なぜ就活の軸が必要かっていうと、就活の軸ってイメージとしては宝の地図みたいなものなんですよ。自分の進む方向性ってどっちなんだろうなっていうことを把握するために、自分自身でも理解するために、かつ私はこういう方向性に向かってるから、あなたの会社を受けてるんですよっていうふうに一貫性を伝えるために、就活の軸っていうのが重要だったりするんです。就活の軸はですね、作った方がいいんですけど、絶対に変わると思って作るといいです。職種っていうところを軸として考えていくと良いと思います。放送作家を目指しているから、そのポジションがあるこの会社を受けましたみたいな、そういう視点でいろんな職種を見ながら、自分はどの仕事を、職種を目指していこうかというふうに考えていくことをお勧めしているんですけれども、皆さんがやりがちで失敗するパターンは何かというと、ネットで調べるなんですよ。ネットにある情報って基本的にどの仕事もネガティブな情報がいっぱい載ってるんですよ。なのでそれ見ると全部やる気なくすんですよ。基本的にはネットの情報じゃなくて、実際にその仕事をやっている人に聞くであったりとか、面接に参加してその会社で働いている人の話を聞くであったりとか、自分がやりたいと思う仕事があるんだったら、それの近しい体験、アルバイトだったりインターンをするっていう行動をしていくと、見えなかったものがすごく見えてくるんで、やった結果よりやりたいとなったら軸が固まっていくっていうふうになると思いますし、違ったら変えて OK なんです。そしたらまた別の経験をして、本当に自分が進むべき方向を見つけていこうっていう、これを繰り返しながら仮の軸を本当の軸に変えていくっていう作業をして作っていくと良いんじゃないかなというふうに思っています。栗田さんですね、リクルート就職ですってあったじゃないですか、はい、この結論からいくと志望動機なんですよ。だってリクルートになんで入りたいんですかっていうのも回答になってて、軸と志望動機が完全一致で、その一社しか就職活動しないみたいな感じの軸になってるんで、本当にそうなのかなと思って聞いていくと、そうではなくて、もうちょっと広い枠で軸をお持ちだったなと思うんですよね。じゃあそれが何なんだろうかっていうところでいくと、ワークライフバランスが保てていて、家族と一緒に過ごす時間がありつつ、単位に住めて、しっかり年収もあるっていうところだったんですよ。でもリクルートじゃないところで、その条件
が叶うとかあったらそれがいいんですかって聞くと、いやそうじゃないんだ、仕事内容が大事で新規事業を6割やってて4割はなんか既存やってるっておっしゃってたんですよ。そうですね、そういう新規性の高いことをやりながらも営業として成果を出す、そういう仕事に興味があってどれぐらいのバランスなのかっていうのを先輩から聞いているし、それを見てすごくいいなって思ったんじゃないかなと思ったんですよ。就活の軸に落とすんだったら新規性の高いことに挑戦できながらかつしっかりお金を稼ぐ能力をつけていける、そういう仕事を私はしたいと思ってますっていうふうに言うと、就職活動の軸が職種にフォーカスされていて具体的にやる仕事内容になっていて、そこを整理するとより良くなるんじゃないかなと思いました。宮田さんの就職活動の軸っていうところでこういうふうに答えるとよりシンプルだったかもなって思うのが、就職活動の軸が成果を出すことに全力で集中できるような環境で働きたいと思っています、その環境とは私にとってはこういうことです、現体験としてはこれですみたいな構成にしてくれると、普通に就職活動の軸にバッチって答えていて、そういう環境に身を置いて私は成果を出し続けてきたんです。今松さんの最初の表現で何かを作って誰かに伝えるっていうスタートじゃないですか、その具体をすごい大事にしてほしくて、私が目指してるのはこれですバチって言っちゃって、でなぜそれをやりたいかというとっていうところの具体からどんどん入っていけばいいみたいな、やりたいことがクリエイティブなことで多くの人にそれを広げていく、結果その受ける仕事がテレビの放送作家を受けてる時だったら放送作家を目指してますでいいと思うんですよ。でもそれって自分の根元にある軸からは別にぶれないっていう感じで進めるといいんじゃないかなと思います。では結果発表します。スターバックスの魅力がもらえるのは宮田さんです。やったー、イエーイ、スタバだ、イエーイすげーやったー。どういう経験からそういう思考になったかっていうのが伝わってくる内容だったっていうのが大きいんですけれども、まあチームで働いたりとかする中でいろんな葛藤を抱えてうまくいかない経験をして、じゃあどうするんだろうっていう中で悩み抜いて出した結論なんだろうなっていうのが話を聞いて伝わってきたんですよ。そういう思いをしながらも前に進んでいこうとしている姿が伝わったので、それってまあ職種っていうところには触れない形での就活の軸ではあったんですけれども、その力ってどの職種で働いたとしても、どの企業で働いたとしても共通で使える能力あるなと思ったのでいいんじゃないかな。ということで今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。